したくなってきちゃったよ。1時間経ちました。うわ1時間経った。こっちから気づかれんようにクルちゃんがさ押さえたい。これね、いてもおかしくないよ。もういそうだけどな。ダメだった。整理券配ってて俺に勝てるわけなかと思われへん。やばい、いや見つけたもん。ここ1枚、ここ1、どこ、え、もうこのここにはいないってことですか。この川沿い、川沿いにはいない。そっちじゃない。つらい、つらい、つらいです。そうやってさ、みんなさバカにしてさ情緒不安って。俺見つけた。俺気づかれてるかな。やばい、普通に歩いてきてた。また正面衝突するとこやったわ。危ない、マジで怖すぎる。あー怖っ。普通に前から歩いてきてた。川沿いを歩くもんや思ってたら一本中の道路歩いてきたから、マジ鉢合わせるとこやった。危なっ。チャマくん黒い T シャツクルちゃんしてんの知りません。帽子をかぶって黒 T に着替えてることなんてクルちゃん知りません。これも作戦ですからね。着替えちゃダメっていうあれはない。待って待って、ここおったらクルちゃん見つけれんじゃん。でもあれか、逐一報告されてんやったらやばいな。めっちゃ近くにおるみたいなもん多分伝わってるはずやな。気づかれてない、よかった。ちょっと距離取りましょう。雷も向かおう。江ノ島の再現するとこやったで。クルちゃん黒って知ってるんや。知ってた。さすが、ちゃんと事細かに伝わってるんや。いや、それでバレへんかったんよかったな。配信の画面見てたかな。あ、この走るのだけはちょっと許してね。信号ちょっと赤になっちゃったから。こっちか。雷もこっちだ。怖い、ドキドキする。じゃあちょっと雷も向かいます。クルちゃん急いで。神ヤバすぎた。今ここでリスナーに止められたら終わるな。頑張るぜ。うわ危なかったな。あと多分10歩でも歩いてたらアウトやったわ俺。今銀座線の3番出口。はい、皆さんこちらです。雷門、ダダーン。雷門来ました。写真撮ろうね。いいね。雷門くぐります。はい、雷門くぐりました。もう映す準備してます。頑張ってください。雷門くぐった。かっぱ橋向かう。雷門いないの。路地。どんだけ自由人なんだよ、そもそも。どこ。ちょっとずつ遅れてる。景品。ああ。オッケーオッケー、目的果たしたぞ。ここが仲見世通りか。オッケー。じゃあサンプル買いに行くか。ここにもスタバあるんだ。スタバいっぱいあんな。3つぐらい見たで。20分切ったね。これ何の店なの。歌舞伎のお店なんかな。もうちょっと今閉まってる感じやけど、立ち入り禁止ってなってる。歌舞伎の感じのホストクラブかなんかかな。やべ、これ今一番暑い時間帯じゃない。この2時って2時3時って。俺でこんだけ暑いやったらクルちゃん大丈夫かな。ちゃんと水飲んでるかな。心配やな。ちょっと食品サンプルね。言うてもそこめっちゃ遠い。後ろにスカイツリーか。オッケー、ありがとう。多分同じあの方向は向かってると思うんですよ。っていうか今日映るんですかって来たんですよ。一回も使ってない。だってさっき鉢合わせ したんでしょ。水分補給の心配。あ、でもちょいちょいしてますよ俺。多分ね一本こっちだと思うんですよ。
食通街、どこでしたっけそれ、どこや。今食通街歩いてますよ。さっきそこ通ってたって7回ぐらい聞いてるよそれ。雷門1丁目の交差点近い。めっちゃ近いんじゃない。近いの。近い。まあ、真っ直ぐでいいのかな。見えそう。寿司屋通り、寿司屋通りって違う場所だけど。寿司屋通りってとこに来ました。カッパもっと向こうか。カッパ遠いな。でもやっぱさっきのタイミングで俺捕まらんかったってことはやっぱ大吉なんかな。今日今ね、食通街っていうとこを通ってます。いろんな道があるな。広さはもね、海浜公園のがあるのかもしらんけど、やっぱ入り組んでる分大変かもな、これ探すのは。今ね、雷門1丁目の交差点。サンプルも買いたいんですけど、水分補給先やな。あ、これさっき俺が通ってきた太鼓屋や。太鼓屋さん、太鼓屋さんがあるから最初のとこに戻ってきたよ。オープンテラス的なものがあるカフェないかな。思いっきりその外で道で冷たいもの飲んどきたい。ちなみにあと10分ぐらいなんですけど、クールちゃんどこ。俺が先に見つけたろうかな。結構近くてチョモさんが歩いてた道を追ってる。あ、なるほど、今後ろから追われてる感じや。今俺ね、寿司屋通りをこう横目に。あ、ほらほら、これ最初見た牛。どうしよっかな。ん、大通り、スーパードライの看板。スーパードライ。どこなのマジで。平城園、平城園どこにあったっけな。あ、ってことはあれかな、雷門の方戻ったのかな。信号これ渡ってないのかな、もしかして。あー、なるほど。あ、あった、スーパードライ。浅草寺向かって待って。浅草寺、これ惑わされてないこれ。これ俺引っ掛けられてんじゃないこれ。店の前に牛がいるとこ。平常は見つけました。スーパードライこれでしょ。さあ、ということであと10分ですね。クルちゃんラストスパート、俺もラストスパート。果たして逃げ切れますでしょうか。クルちゃんに捕まるのが先か、チョモがあと10分間逃げ切るのか。追っかけてたらさ、俺も動いてるからなかなか捕まらんよね。ちょっと俺もなんかどっか入りたいんやけど、ちょうどいい店が全然ないのかも。 OK、 じゃあ最後ラスト10分だから、もう一回浅草寺行こうか。最後に浅草寺の方に向かって冷たいもの飲もう。ていうかあと8分じゃん。チョモさんもっと離れたと思うんですよ。煽られた。ちくしょう。スタバのある信号。スタバってどこにあるの。ギガキティ、どこやそれ。あと6分になっております。まずは本当でも皆さん見てくれてありがとう。こっから勝ちますんで。ちなみにこれ後ろ振り返ったらおるとかないかな。あー、いなそういなそう。あ、ビビッタークルちゃんかと思った。前からキャップかぶったクルちゃんの髪の毛ぐらいで、なんかハートのサングラスした女の子が歩いてきた。クルちゃんかと思った。渡ろう。俺今信号で止まっとるよ、クルちゃん。捕まえにおいでよ。あ、変わっちゃった信号。デカキティ戻ってきました。どうすっかな。でも見つけられへんねんな。うちうち恋抹茶ラテ見た。マジで嘘。どこやろう。飲みたい。オープンテラス席があるようなカフェがないよね。神楽茶カプチで、小さな店なんだけど世界一までしか初回飲めない。あ、なるほど、濃すぎてってこと。一回世界一飲んどいてもらわんと、お前みたいなもんがうちうち飲んだら舌言わしてまうぞってこと。俺はちなみに今ね、あ、でもこれも新中店って書いてるな。あれ、新中店ってさ全然違うとこになかったっけ。ここも新中店なんか。むずいね。そっか、ここまで新中店なら新中店におるって言ったとこで探すん大変か。ちょっと待って、これめっちゃ欲しい。やばない、入れ墨キューピー。やばい、2万するで。2万。1980円なら買おうと思ったけど。豆柴カフェがある。あ、でも次入れるの5時20分やって。
ダメだこれ。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ここあれや。動画内でくるちゃんが株式会社マリモって言ってるとこです、ここ株式会社マリモがもう剥がされてた。株式会社マリモ。あ、スタバ来ましたよ、スタバ。新中店、新中店、薬の福太郎、新中店。どこや。アーケード。え、あの浅草寺の前の大きいアーケードのこと確かに。あ、ギガキティあった、これのことか。商店街入りました。はいはいはい、豆柴か、だいぶ前。そっか、今日はサブでやってるミスターガノスケさんの T シャツ着てるんですけど、もうすぐ1万人なんですよ。こちら1万人チャンネルの編集者としても負けられませんので。どういうこと。やばい、そこ近い。あ、株式会社マリモね。やばい、なんか抹茶のタピオカめっちゃ美味しそうになったけど、めちゃくちゃ並んでる。俺今多分ね、小2ぐらいのスピードで歩いてるめちゃくちゃゆっくり歩いてる。でもさすがに俺も疲れたねくるちゃん、キューピーの前。あ、じゃあもうめちゃくちゃすぐ後ろにおんで、そのまままっすぐ行ったら俺がおるな曲がったこが一回くるさん、キューピーの前、くるちゃんラストスパートかけてる。なるほど、巻いてやろうか巻いてやろうか。すごい、超ノスタルジックな通り路地で、俺が後ろからくるちゃんっつってタイムアップだよっつって終わろうかあと2分、小2ぐらいです。30秒前。大丈夫、自分を信じよう。くるちゃんにこまかい指示出てる、すげえ。なになに、どんな指示。俺が左に曲がってとか言うてる。くるちゃん今どこ。くるちゃん株式会社マリモ通った。止まってもらっていいですかちょっと今止まってんねんけどね、けえへんな。今俺がここにさパンって出たら、クルちゃんとわーって鉢合わせたりするかな。さすがにもうここは通り過ぎた。クルちゃんカウントダウンしてる、めっちゃおもろいカウントダウン。クルちゃんどこやろ。あーでもこれもしかしたらまだ後ろにおるかもな。こんだけやっぱちょっと自分のペースで歩かれへんから、さっきの商店街戻ってきてんねんけど、クルちゃんは今どこだろう。終わった、終わりました負けたの。くそー、くるちゃん側タイムアップ。ダダーン、初めて逃げ切る側の勝利。ありがとうございます。イエイエイ。ちょっとね、アイス食えなかったり、花屋敷入れなかったりと、残念ポイントも多かったですが、おめでとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。ちくしょうめ、俺が負けてるわけ、中当番。どこ、チョモ、チョモどこバカ野郎どこにいんの、チョモ。戦いは終わりだ。どこにいんの
5人ですか。あとはちょっとクルちゃんを見つけるだけやねんけど、まあでもあれか、その細かい指示が出てるからといって全く俺と同じ道を歩いてるかも分からへんねんな。じゃあちょっと俺雷門に向かいますので、クルちゃんにチョモくん雷門に行くって言って。クルチョモチャンネルってことで、長時間お付き合いありがとうございました。みんな続々と集合してきました。ではでは、またお会いしましょう。チョモラテでした。ありがとう、またね。やるっすね。帽子かぶってたから頭なすびでごめんなさい。中学校の時なの。はい、今ちょっとね、うん、お散歩じゃない。鬼ごっこ。第3回クルチョモ鬼ごっこ in 浅草終了しまして。いやー、そこでね、我々が年始に撮りました、はい、浅草初詣、うん、あそこで本来行くべきでありました、うん、うなな、うん、食えなかったんですよね、前回。そうなんですよ、うん、こちらです、こちら、うん、で、まあ食えなかったんですけど、うん、なんと今日、うん、俺らは鬼ごっこ必死にやってただけなんですけど、うん、今回新ルールでお客さんも参加できるっていう、はいはいはい、お客さんが捕まえれるっていうルールもね、うん、導入されたんですけど、そこで参加してくれてたお客様がなんと、うん、うななのうなぎおにぎりを差し入れしてくださいまして、ありがとうございます。こちらにございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、まあちょっとゆる動画ですけどもね、食べていきましょうよ、はい、あの日の雪辱を。クルチョモチャンネル、いや初めてです。いや俺も初めて。そうなんよ、これよ、うなぎうるさいですからね。そうなんよ、うなぎ屋さんが与えてましたからね。そうね。うわ、あ、なるほど、こう手で食える感じになってんや。こういう感じです。見える？うまそう、めっちゃうまそう。いただきます。いただきます。粗めにすった山椒が乗ってる。もう開けた瞬間山椒の匂いが。あっと、まず米、米はほんまにちゃんとおにぎりにしてあるんや。うん、甘い焼きおにぎりみたいな山椒効いた。うん、いただきます。うまい。はい、うまい。はい、うまい。なんだこれ。やっぱあれなんですね、キモちゃんって。ゆるく撮るっつっても仕事するんですよ、ね、これはうまいよ。うん、うまい。俺うなぎにはまあまあうるさいと思いますけど、うん、これはうまいやつです。これ500円めちゃくちゃいいと思う。これ並んでるんですね。うん、なるほどな。うん、まい。おさまいし。おいしい。ごちそうさまです。あ、行きましたね、うん、クルチョモチャンネル、ごちそうさまでした。うまかった。いや、おいしい。あと40個食いたい。食べ歩くにはちょうどいいかもね。めちゃくちゃいいな。うん、ぜひあの皆さんもあの浅草行った時、うなぎちょっと食いたいなって思ったら、うななさんにね行ってもろって、うん、はい、美味しかったです。あのいただいたリスナーの方もありがとうございます。ありがとう。はい、皆さんもね、今年の夏、うん、鬼ごっこしてうなぎ食ってみてはいかがでしょうか。はい、以上。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。バイ。